今回はゲゲゲの謎の謎お語らうみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。鬼太郎は全然興味がなかったのだけど、掲示板でいろいろと話題になっていたので気になって映画館へ行こう。龍が家の一家内の悪臭因果長寿と糸目がプラトニックラブあたりはすれで読んで知ってたし、すれたい通りの鬼太郎初心者だったけど十分どころか十二分に面白かったので語りたいと思ってすれ立てしました。ただちょっとわからなかったところや他の人の解釈を聞きたいところもあるので付き合ってくれると嬉しいです。ちょっとよくわかんなかったのが、水木が村を脱出して救助隊に発見される前後とさよちゃんについて、一人骨の時計みたいなものは何だったのか、逃げゲロウに任されて奥さんを連れて村から脱出、矢印発見時隣に奥さんの姿はない、これって奥さんは村に戻ってゲゲロウが怨念みたいなのを受け止める手助けに戻ったってことでしょうか。三、さよちゃんについていた胸骨は幽霊族の胸骨たちとは別物？この辺がよくわからなかったので有識者たちに教えてもらえると嬉しい。岩子さん、奥さんに関しては人間に見つかる前に逃げたんだと思う。あのまま一緒にいて病院に運ばれでもしたたらまた大変なことになるし。レスポンスサンキューです。確かに事件後の水木は病院送りにされただろうから先に目覚めたのなら奥さんも逃げるよね。一、あの穴蔵における封印術式自体のよりしろ。蓋をしておかないと胸骨を縛り付けておけないほどに胸骨が強力かつ膨大になってしまっているが、基本的にあの骸骨タワーで胸骨を縛り付けている。描写からして、胸骨の根源である怨念が封印の真相矛で押さえつけられていて、胸骨たちは溢れ出た断片と思ってよい。二、あの分だと、腐ったゲゲロウが妻を連れて脱出した。三、ゲゲロウの解説通り強力なよりしろになりうるものがあれば、そのよりしろが引き受けられる範囲で胸骨たちはそのよりしろを頼りに外に出られる。だからさよが引き受けられる分だけが、さよに召喚されるようにして穴蔵から外に漏れ出てきた。レスポンスサンキューです。幽霊族の怨念や人間の被害者たちによるブーストも相まって封印がかなり限界になっていたのね。個人的にいいなって思った場面は、水木が二人の男たち社長とゲゲロウとそれぞれ協力関係を組む場面が対比になっているところ。どちらのシーンにも酒とタバコがアイテムとして登場するけど、洋酒日本酒葉巻シガレットってなってる。どちらのお酒も美味しいと水木は称賛するけど、洋酒は一杯だけ、日本酒妖怪のお酒は何度も飲み交わしてる。社長上位から水木会へと与えられた葉巻は咳込むけど、シガレットの方は同じものを分けている。って描写が素晴らしいし、同じ協力関係でも内心反発を抱いている社長と心を許しているゲゲロウという対比をとても象徴的に書いているなって思った。続きになるんだけど、奥さんについて語るゲゲロウの声と涙の描写が本当に美しかった。この人は本当に奥さんのことが大好きなんだって伝わる声色だったし、彼女のことを思い出しながら涙を流す姿に衝撃を受けた。小説とかでホロホロと涙が落ちるって表現があるのだけど、きっとああいう描かれ方を言うんだなって。わりかし泣くって大げさになりやすい表現方法だと思っていただけに、あんなにも繊細に色がにじむような涙の流し方があるんだってびっくりした。幽霊族の胸骨もあるけど、さらわれて死人にされた人々もいるので、それのハイブリッド途中で死人を取り込んで強化してるっぽい。胸骨本体は色の中だけど、胸骨とより白になって一部分を外で動かしてたのがサヨだった。おさらたちは胸骨を利用し操ってるけど、サヨは村と一族への恨みって部分が幽霊族たちと共鳴して全部ぶっ壊したい胸骨と利害が一致してたので、よりうまく動かせたと思われ。サヨも青く光ってたから死人を胸骨にしたように、彼女自身も胸骨になりかけてたのかも。レスポンスサンキューです。つまりサヨちゃん自身がオサダとかオキナの持ってた文字付き骸骨のようなものになっていたってこと？人骨の時計みたいなもの、ってどのシーンに映ってたもののことだろう。金属地の島の穴蔵の上に蓋をするように展開されていたやつのことで良いのかな？多分それだと思う。
頭蓋骨が何個も積み重なっていたところに細長い突起みたいなものが突き刺さっていて、それを抜いたゲゲロウが小さな穴の底から出てきた大量の怨念に肌が焼かれてエンディングの怪物めいた姿にって場面に出てくるやつ。追加になるのだけど、4時貞沖縄邪法かなんかで復活したことについて長女含め誰も知らなかったという解釈でいいのかな。ゲゲロウを捕まえた場面でお父様の意志を継ぎ国のためにうんぬんって言っていたけど、それって死んだ父親の意志を自分が受け継いでイムの生成を続けるという意志表現として読み取りました。四歩も確実に知らない。知っていたら時矢の健康管理が悪いのはしつけが悪いからと怒鳴ったり、タイムリミットはあと3日と焦ったりはしないから。こちらもレスポンスサンキューです。なんでジジイは長女だけにでも伝えなかったのかな。あんなに浸水してたのに協力者がいるいないでだいぶ変わったろうにね。すでに復活したことを知らなかっただけで復活することは知ってたとか。それなら復活先の時ちゃんの身体の状態が悪いことに起こることも、あと3日と焦ることにも矛盾しないし。頭皮継承の儀を焦っていることと、さよに子供を産ませることを焦ってることからして、ノウハウがあって封印が安定する G が乗っ取ることも知らず、実力不足の時矢では長く持たないから、少しでもマシな後継者を作らねば、と純粋に焦ってると思うぞ。時貞は口では国のためとかなんとか言ってるけど、結局は自分の欲のためにしか動いてない感じだったし、娘たちも優雅の血をつなぐか自分のスペアボディを生むための道具ぐらいにしか思ってなかったんじゃないかな。極論、胸骨を操る呪法と M さえあればいくらでもやり直せるって感じだったのかも。1、あの紙ぼこ槍で胸骨と核となる怨念を封印。2、封印しきれない胸骨の溢れんばかりの怨念と力を、二代わりにしてる呪詛返しの術式で受け止める。3、鬼道の外乗りでできたシャレ神戸で呪詛返しの術式で、蓄えた力と胸骨自体溜め込んで胸骨に付与。4、幽霊族の力を反射する特殊能力を備えた特製胸骨の出来上がり。5、特製胸骨で捕らえた幽霊族を穴蔵に放り込んで、封印される胸骨を強化。6、1へ戻る。作中描写からして、このサイクルで胸骨を無尽蔵に強化し続けるのがあの術式。事前情報とは違ってびっくりしたところ。一事前情報で長女と糸目こと長田がプラトニックラブとは知っていたけど、てっきり優雅家に使える身分の独身男性だと思っていた。なので映画見に行って長田が三女の旦那だと知ってびっくりした。作中でもせいぜい三女の隣に座る以外に旦那らしいことしていなかった。それくらい長女一筋だったわ。にさよちゃんは魔盗桜だと聞いていたので、復讐の力に目覚めたさよちゃんによって村が崩壊する話だと思ってた。なのでさよちゃんの覚醒シーンではここから虐げられ続けた少女による復讐劇が始まるのかって内心はくてかしてたけど違ったのね。一番浸水してそうな長男すら時貞の写真ズタズタにしてたり、詳細な日記残してたり、反感持ってそうだったからな。子供たちがダメだったから自分がやるぞになってる経緯があるので、そもそも子供たちには期待してなさそう。魂を移して密かに生きながらえる術を自分だけのものにしておきたいという思惑もあったのかも。もし仮に一族の他の誰かも同じように人生を引き延ばす方法を手に入れたら、下手をすれば自分のライバルになりかねないし。皆様レスポンスサンキューです。周りに鬼太郎について語れる人いないし、見てきたって言ったらバカにされるから、掲示板を通していろんな解釈聞けるの嬉しい。個人的に次男構造さんは岩子さんのことをスケッチブックで書いていたから、村から出て東京の芸大とかに通ってたんじゃないかなって思ったな。岩子さんは捕まる前もガスタイルだったし、タイプライターっぽい道具を使う仕事についていたみたいだから、ひょっとしたら優が A に捕まるきっかけになったのが構造さんの状況とも関係しているかもって勝手に想像してた。俺は逆に事前情報ゼロで見に行ったから、長女とおさらがそれぞれの配偶者ほっといてラブラブであることを映画見終わった後でなお気づかんかったわ。こいつら冷酷だけど仲間意識持ってる相手もいるんだな、くらいにしか思わんかった。自分も葬式のシーンで三女の夫って知ったからんってなったわ。
でもゲゲロウが二度目に捕まったシーンで地鳴りが起きた時に長田が頂上を覆うようにかばっていたり、終盤でそれまでの呼び名とは異なる乙女様って呼称を用いたところでははーんってなったな。これを踏まえて三女のビクビクした態度を見ると、長女には家の中でのヒエラルキーと旦那の重い人という二重の意味で相当なコンプレックスを抱いているのがわかるよね。ちょっと整理したいのが時貞王と娘たちの関係。作中で時貞が孫娘に性的虐待を加えていたのは明言されたけど、三人の娘たちもその対象なの？長女はさよちゃんに対して優雅の女の務めみたいな発言してたし、さよちゃんと時矢くんとの間に子供を作らせようとしていたけど、時矢くんやさよちゃん自体はそれぞれの旦那さんとの間の子供なの？それとも時貞王が産ませた子供たちになるの？長女の発言的にさよちゃんは時貞の娘であると同時に孫娘っぽいけど。当主の子を産むために身を捧げる務めを皆果たしてきた口ぶりだし、家系図は時貞の子は水色で、その下の代はなぜか紫地渡るも時貞の息子。うわぁ、そうなると義母が様変わりして旅館に男性を連れ込んで叫びたりになっていたことの痛々しさが増してくね。駆け落ちに失敗した後にあえて性的に奔放になることで子供ができたとしても誰の子供かわからないようにするための防衛策の一つだったんかなとか安いしてしまう。かつての写真ではハイカラな美人さんだったのにブクブクに太っているあたり、醜くなって興味を持たれないようにしたのかなと思った。日野江さんの気の毒っちゃ気の毒だよね。多分野村と家の呪縛からは逃れられないと悟って諦めてしまったんだろう。今回のさよちゃんとみずきのような出会いがあって、こんな村にはもううんざりだから私を連れ出してみたいな流れになったのかもしれない。で、いざ逃げた灰物の結局は連れ戻されてしまった相手の男性は消されたか地下送りにされたと思われる。さよちゃんとみずきのマッドエンドルートの一つを見せつけられているかのようなきつさがある。レスポンスサンキューです。どうしようもなく救いがないよね。あとどっちかというと鬼太郎シリーズ通しての疑問になるかもだけど、幽霊族と妖怪って違うの？なんか妖怪退治の専門家っぽい長田一派が暮らしている村なのに妖怪が多くないって思ったのだが。人間が煎じたものや胸骨やズンベラ、異次元から覗く得体の知れない何かベアード、腹生物っぽい何者かその他、六鬼に限っても妖怪にも色々ある。おそらくは妖力があるか否かくらいの緩いくくり。妖怪のようなものと表現するように、どちらかといえば月刊ムーに乗ってるような、超古代ウンタラ旧人類とか言われるような存在が幽霊族一行目で言うなら二番目の腹生物に該当する。なるほど。時貞長田一派の連中はあくまで幽霊族の血液目的だから普通の妖怪は気にしなかったのかな。ちなみに嫁が原作通り岩子であるかどうかはまだ確定していないはず。これってどういう意味？奥さん岩子さんじゃないの？だってゲゲロウは奥さんを名前で呼んでないだろ。墓場やら原作やらが岩子だから岩子って決めつけている人が多いけど、パンフには鬼太郎の母としか書かれてないんだ。悪魔くん見ればわかるけど、六鬼鬼太郎も二代目かもしれないので母親奥さんが岩子さんとは限らない。もともと鬼太郎の両親は名前がなくて岩子って名前はごく一部の原作も複数のパターンあるのでややこしいにしか出てきてないから、便宜上岩子さんってみな呼んでるけど、ゲナゾの鬼太郎母もその名前なのかは確定してない。返信サンキューです。奥さんどころか鬼太郎父のゲゲロウも水木がつけたあだ名みたいなものだもんね。鬼太郎シリーズの疑問じゃないんだけど、喪に服してる親族の集まりで水木の赤ネクタイってあり？もちろんなし。ただ、あの場に間に合わせるには着替えなんかしてる場合がないし。水木としても勝則に取り入るために大急ぎでやってきたアピールに使えるからしてたんじゃない？一応通夜は開けてるから非常識極まりないってほどではないが、時貞や遺族に哀悼や敬服の意を表するなら黒ネクタイをつけてくるべきではある。だが水木にそんなもんあるわけもなく、のし上がりたい栄養の割に配慮ないのがなんか不思議だったけど腑に落ちた。ビフを慕っていたわけじゃない勝則にとっては、あそこは力投手襲名が決定する晴れ舞台。晴れ舞台に黒ネクタイなんて神奇臭いものをつけていくのは失礼。力投手勝則様に媚びを売るなら祝賀のために少しでも景気の良い格好をするべき。
他の奥や気分の遺族はどうでもええ。水木の心境はそんなもんよ。だから畳の縁にラブトに敷かれてお前もう帰れと限界に態度で示される。あの場面だとネクタイ変えるのが礼儀ではあるけど、水木が媚び売りたい勝則に対してはネクタイ買う暇もなく防御できましたをアピールする方が好印象と思われるのであれで正解かと。なるほどね、そういえば勝則にもそのフットワークの軽さえでって言われてたね。よくわかってないんだけど水木の記憶がすっぽ抜けてるのは胸骨がうじゃうじゃしてる中でちゃんちゃんこげげろうの奥さんに被せてたから白髪になって引きこもってた人と同じようになったのか明言はされてないが、白髪になったのも構造と同じ理由って言及はされてるから。幽霊族の血を肌に浴びたのに水で薄めたこのおかげで M 同様のドーピングがうっすらされて、本来発狂する胸骨の攻撃に耐えられた。水木自身の霊的な素質で少しは耐性があった。襲われたから記憶が飛んだ。水木と共に戦死した霊が守ってくれたのでは?とか言った推測もあるが、この辺が理由と思われる。ちょっと気になるんだが、水木が霊視したさよちゃんの周囲のお化けについて知りたい。映画だと一瞬だったからよくわからなかったけど、次女、三女と長男の他以外にもいたのは誰だったの？死後の身人の怨霊と高いところに浮かぶ胸骨。レスポンス選挙です。さよちゃん関係で疑問に思ったのは、胸骨が彼女に取り憑いたのって長男に襲われたタイミングなのかな。あれだけ強大な力を持っていたのならもっと早くに村を壊滅させそうと考えると、じいさんは死んでもう襲われないってほっとしたタイミングだったからこそこれまでの鬱屈が爆発した感じなのだろうか。水木の存在も多分大きい。乾燥すれか何かで指摘されてたけど、さよは長男に襲われた時に泣き叫んで逃げるみたいな行動は取らず、無表情で棒立ちという無心になって嫌なことが終わるまで待とうという。性的虐待に慣れてしまっている反応をとっていることからして、水木がいなければ、今度はこいつか、と諦めていた可能性が高い。水木という運命の王子様と思える人と出会ってしまったからこそ、こんなのはもう嫌、と感情を爆発させたからこそ、その恨みが胸骨と共鳴してあのタイミングで胸骨のよりしろになったんだと思う。時間にやられかけてる時には完全無表情。虐待される人間が耐え忍ぶために感情を完全シャットアウトする時のそれ。自分に胸骨を刺激する力があるとは認識していないと思われる。理想の王子様である水木に出会ったことで生きる希望と憧れへの執着を抱いて、抵抗する意志が湧き起こり、それが胸骨と同居してよりしろになった感じかと。長男のよだれが伝う口内のインパクトが強かったから、さよちゃんの表情が無表情かつ棒立ちだったとは気づかんかった。教えてくれてサンキューです。そして水木の存在がなかったら、あのまま搾取されて魂が削られていくだったかと思うと、おいたわしさが半端ない。地味に水木の存在がキーパーソンだよな。水木がいなかったらさよちゃんの反逆も起こらなかっただろうし、ゲゲロウも幽霊族メタのせいで千桜最悪奥さんとの間に無理やり子供作らされて繁殖の道具にされただろうし、ジジイは現世に止まってただろうし、ヒタロウの存在を龍河の面々は知らなかったので、村の崩壊はバッドエンドだったかもしれんが、ウツエンドにはならなかった的な感じがする。次男関係がよくわからない。奥さんのことを夢で見た人と言ってたけど、長田曰く幽霊族の女を助けようとしたせいで精神を壊されたとされてる。これって長田のせいで夢の人だと勘違いして自分が彼女のことを助け出そうとしたことは忘れたってことなの？トークショーによれば、作中のように完全に鬼太郎母が囚われる前に、構造が鍾乳洞に行って鬼太郎母を助けて共に脱走を試みようとして、鬼太郎母が戦闘を繰り広げるも逃走に失敗。なんて具合のシーンを入れることも検討されたが、尺の都合もあって省かれたらしい。だから、構造は一応鬼太郎母と面識はあって、精神崩壊と記憶消去によって、それを認識できずにいる。そもそも助けに行ったのは、連行される鬼太郎母に一目惚れしたのか、年話か何かで出された SOS を霊能力で受信したのかは不明。この作品って最初120分くらいにしたかったのが、制作側から100分に収めろって言われて、せめてあとちょっとだけって粘って今の上映時間になったらしいけど、入れるはずだった場面も入れたバージョンもみたいな。
ジャスティスリーグのスナイダーカット版みたいな無理かな。